松田学です。最近また従軍慰安婦の問題がいろんな観点から、議論の俎上に上って、先般はソウル中央地裁が損害賠償を日本政府に命令する判決を出してみたりとかですね。だって今回また教科書の方でもですね、従軍慰安婦っていう用語が復活したことに対して、これもいろんな抗議の声が上がっていたりとか、いろんな問題があるんですが、このあたりちょっと整理をしていただきたいなと思いまして、三浦虎太郎さん、またお越しいただいてます。どうぞよろしくお願いいたよしろましくお願いす。します。まずこの教科書のたというこのことについてはどういうふうに見たらよろしいでしそうょうですか？ね、私、一応、今日はですね、こうやってお呼びいただいたのは、一応私が歴史教科書を作る、新しい歴史教科書を作る会、理事をやってる立場ということで、呼んでいただいたんだと思いますが、私はちょっとこの歴史、今回の教科書で公民の方をちょっと関わった人間で、歴史に関しては門外漢なので、作る会の立場もありますが、あくまで今日は個人として述べさせていただきます。よろしくお願いします。簡単に言うとですね、従軍慰安婦って言葉に関しては、この番組を見ておられる方にはね、今更言う必要ももうないと思いますが、基本的には造語ですよね。戦後の造語です。慰安婦という言葉は造語ではないですね。また存在もしましたので、これもね、時々ねじ曲げられるんですが、慰安婦がいなかったということは誰も言ってない。また強制の問題ですけれども、例えばその慰安婦になった人がですね、当時のいろんな貧しい状況だとか、戦時下という中でね、それは本人の意に沿わないような形でですね、そういう運命を背負わされたということは、これは左も右も誰も否定してないです。そこのところを誰か否定しているかのように言われるのは、ちょっと非常に心外なんですが、それをまず前提としてですね。ただ私たち、これまでやっぱり言われてきたことが、まず従軍慰安婦という言葉自体がですね、これはまずこう基本的に造語であって、彼女らを呼ぶときに使うべき言葉ではない。これは日本人の慰安婦に関してももちろん同様です。で、それが教科書で復活してしまったということなんですが、私はこの教科書についてなんですけどね、これもあくまで私の考えですが、個々の日本人の中にはいろんな考えがあるわけであって、それをいちいちあなたの考えが間違ってると言っても仕方がないし、従軍慰安婦という言葉を自分は断固として使うんだという人がいることも、これは仕方がないですね。で、ただそういう人たちが教科書作りに携わって、こういう言葉が、つまりなかった言葉が作られてしまい、しかもそれが結局のところですね、この女性たちの悲劇を語るのではなくて、要するに日本の批判の、単語として使われてしまっている。これを何とかしなくちゃいけないということだと思うんですよ。で、これは従軍慰安婦だけの言葉ではなくて、強制連行という言葉もそうです。で、またもっとひどい言葉では性奴隷という言葉もそうですよね。そしてまた慰安婦の数、朝鮮人慰安婦の人たちが20万人いたと、これも根拠のない数字ですよ。で、こういったものはやっぱり教育の場や、あるいは報道の場において、やっぱりこう規制、こうなくせとは言いませんけれども、基本的には事実にそぐわないこととして、特に教科書とかではこういうのをチェックするのが検定官の仕事だと思います。で、今回は従軍慰安婦という言葉ですね。ですから強制連行とか性奴隷という言葉まで出てきてるわけでは、それないはですね。こう中学校の、こう教科書の話をしてますのでですね。で、ただ問題なのは、ここでやっぱ一番大事なのはですね、やはりこれに対してどう対応するかということで、私としてはですね、今回のですね、加藤官房長官が維新の国会議員のですね、質問に対しての返答だったと思うんですけど、かなり私からするとですね、今の日本政府の取るべき最低ラインというところでは正しいことを言ってくれているので、ちょっと紹介したいと思わかりいまます。す。で、これがまず従軍慰安婦という言葉についてですけれども、1993年頃、多くの人が従軍慰安婦という用語を用いていたという事情があったため、そういう言葉が当時あったのでね、政府としてはいわゆる従軍慰安婦という言葉で表現したことがありますと。で、この談話も実はそう。そうですね。いわゆるがいつもついてますね。だけど、
あの近年の日本政府の判断としては、うん、あの従軍慰安婦という言葉は不適切なので、うんうん、慰安婦という言葉を用いて、はい、従軍という言葉は使っておりませんと、うんうんうん、いうことがまず一つですね。なるほど、はい、もう一つは強制連行です、はい、強制連行についてはこれまでの政府の発見した文書からはいわゆる強制連行を示すような記述が見つかっていないので、はい、それはこの政府の判断として、はい、少なくとも証拠がないという立場、うんうん、あと性奴隷という言葉は、はい、これはあのこの女性が置かれていた事実に反するものとして使用すべきではないと考えている、うんうん、はいはい、これはあのこの日韓合意に対しては賛否両論ありますけど、うん、あの安倍首相とかつてのパク・クネ大統領が行った日韓合意においても一切性奴隷という言葉は使っておりません、うん、はい、また慰安婦の数字数に関しては、うん、あの20万と一時期言われていたけど、うん、これは具体的な裏付けがないと、はい、で現段階のもう資料からでは、うん、慰安婦の人たちが何人いたかはもう、うん、あの確固たる証拠がもうすでに得られないので、うん、この総数を確定することはできないという言い方しかできないと、うんうん、いうのが今回の官房長官の発言なんですよね。なるほど、まあ、これ正公式の見方ですね、はい、私はあのこの公式の見方を、まあ、例えば閣議決定というのがいいかどうか分かりませんけど、うん、はい、一つの今の日本政府の、うん、観点として閣議決定していただいて、うんうんうん、それを検定基準の中に入れていただきたい、うん、あのそういったことをすればですね、うん、あの個々の、まあ、もぐらたたきっていうと教科書作った人怒るかもしれないけど、うん、はい、出てきた時にいちいち批判するよりも、うん、文科省がこういう前提で、ものを決めてくだされば、でしかもこれに対しては、うんうん、慰安婦の人たちに対する人権の問題だとか、うん、歴史観だとかそれはまた別の問題です、はい、またこういうあの日本政府の決定に自分たちは反対だという人たちが自分たちの本を作ったり運動するのはそれは自由だと思います。ただ文科省の義務教育の中学校教科書の検定においては日本政府のベースになる判断に従うと、でこの今大体読んだことをまず規定にしていただければこの問題は一応僕はあの一定の収束を見ると思うんですよ、うん、でちょっと確認をしますと、はい、まず従軍慰安婦という言葉でなくて慰安婦だということですね、はい、という意味で今回の教科書の問題は従軍慰安婦という言葉はちょっと問題なはずであると、ね、まあ、この基準から検定すれば明らかにおかしくなると、はい、だから強制連行は、この確認できてないといいますか、記述は見つかっていないと、ということですね、はい、でそれから性奴隷は事実に反すると使用すべきでないと言ってると、うんうん、から20万人も具体的な裏付けがないか総数は確定できないと、まあ、こういうことになりますね、まあ、あのこれを、はい、まあ、一応ですね、はい、私は、まあ、常識という言葉をこういう歴史の問題で使っていいかどうか分かりませんけれども、はい、日本政府の最低限の、うん、ものとして確認することと、うん、やっぱりですね大事なことはですね、はい、この検定基準の中に位置づけることをですね、なるほどね、で、あの、はい、例えば慰安婦の人たちが気の毒な目にあったとか、うん、悲惨な目にあったとか、うん、そういう記述自体は僕は何も、はい、あの、あってもそれはそういうふうに書きたいという人が書くのであればね、うん、あのそれは仕方がないだろうと思います、うん、ただそこで強制的に連行されて悲惨な目にあったという書き方をしなければ私はそれは記述の一つだろうとは思いますよ、うんうん、ただ私ちょっと本音を言いますとね、はい、それ以前の問題として、中学校で、授業で慰安婦って言葉入れていいのかねっていう根本的な問題が僕はあって、あの実はあの新しい歴史教科書を作る会ではの教科書では慰安婦って言葉入れてないんです。実はあの裏話しちゃいますとね、これ公民教科書を作った時に新聞マスコミの問題点っていうようなテーマで、あのその時私が朝日新聞の慰安婦の誤報について分かりやすい例として載せたらどうですかって言った時に、やっぱりですね先輩の先生たちは良識がある方々で、いや三浦君それはダメですと、慰安婦ということを中学校の公民教科書に載せる意味がどこにあるのかと、だからあの他のニュースの問題点を探すべきであって、誤報としてもじゃあこれをどうやって学校の先生説明するの、それは確かに、あの
今日の中学生とかはもうこれだけネット社会になりましたし、多分そういったことは自分たちで勝手にそういう世界も調べて知っているでしょう。だけどそれとそれをわざわざ学校で教えるかどうかっていうのは違う問題です。そうですね、おっしゃる通りです。ですから、ちょっとおちゃらけたことを言うようで申し訳ないんですけど、性の問題とかそういう問題はですね、私は性教育とかいうのも必要でないとまでは言いませんけれども、基本的にはね、学校の場とかじゃなくて人間それぞれの人がこっそり知ればいいんじゃないかと思っているので、少なくともイヤーフの問題とかを歴史の教科書に載せるのは、そうですね、中学生には必要ないんじゃないんですかね。載せても正しく説明できないでしょうし、理解してもらうのも大変な話ですよね。生徒さんから質問があったら教師は答えなしだけどね、だけどこれを教科書に載せてですね、授業で、積極的に教えることではないということかもしれないですね。松田先生がですね、この当時はイヤンフというものがいてね、その女性たちは戦場でイヤンをしていたんだよと、生徒からイヤンって何ですかって言われて、イヤンとはだねって言って、そこからどうやって説明できるかって問題があるわけですね。だから、そういうことを中学生にやる必要は僕はないと思う。だから本来はこの実はこれ僕は歴史家以前に常識の問題だと思ってるんですよ。本当にそうだと思います。でそれでこう、そういった今、議論を踏まえて、ただあれですか、新しい教科書を作る会が、いろんな行動をしているようにも思いますけど、それは どういうふうにご覧になってますか。それは私もメンバーですから、本当に私などがね、全然大したことできないのにみんな運動していって、それはとてもいいことだと思うんですよ。ただ問題はですね、やっぱこれも結果を出さなくちゃいけないでしょ。まずはやっぱりですね、子どもたちに少しでもいい教科書を届けようっていうのが多分この会の発足の理念だと思うんですよね。だからまずはやっぱり今言ったようなことを、政府の方で最低限の基準として決めてもらって、これをですね、やっぱり教科書検定の中に入れていくっていう、これはですね、作る会だけがやる必要ないと思いますが、そういった方向のことをまず実現することが、全ての教科書に対してプラスの影響をもたらすと僕は思いますね。そうですね。それがまず結構大切なことかなというのがまずは一つと、もう一つはですね、結局私たちの教科書、歴史教科書は残念ながらですね、検定不合格になったわけなんですね、去年ね。今は再申請しておりまして、これはおそらく通ってくれるだろうと思いますけれども、ですからそういう点では非常にダメージが大きい。だからこの検定の問題というのでですね、やっぱり確かに私は一定の検定は必要だと思います。ミスがありますから、人間のやることだからね。また教科書だから、例えば私の歴史観を生徒に教え込む場ではないわけで、そうですね、そういったものに対してそれこそ政府の中での一定の基準というのはやっぱあるべきだろうと、ただやっぱりこの検定制度とそのものがですね、やっぱり今でも多少私は公民の教科書をやってみてですね、やっぱり僕は日本としての教科書というよりもですね、やはり他国との調和、他国からの対立を避けるということにちょっとこだわりすぎているなと思うことが何度もありました。確かに、公民教科書でもうこれもう終わっちゃったことだから時効だと思うんですけどね、私が書いたものの中でですね、私が書いたって言ったのはよくなかったのは、とにかく私のちょっと関わった部分の中で、今の韓国においては、政府と異なった歴史に対する見解を発表すると、それが非常に弾圧を、弾圧を言葉を使ったかどうか忘れましたが、弾圧を受けると、でまたかつてのですね、いわゆる親日派に対する法律がそうなんですけど、歴史を遡る砂丘法が行われていて、これは近代国家のやり方としてよろしくないと、そういう趣旨のことを書いたんです。これが罰食らったんですよ。そうですか。でその一つは、政府まず
政府と違うこと言っても、はい、それ韓国の中で世論がその人を攻撃することはあるけど、うん、韓国政府が弾圧してるわけじゃないと、うん、いや僕は似たようなもんだと思うんだけど、そうそう僕はどう見ても韓国政府が弾圧してるように僕には見えるし、うん、あの私の知ってる人は弾圧されてるんだけど、でその韓国政府がそういう人たちを攻撃することによって世論がついてってるというのが僕は実情だと思うんだけど、政府は弾圧してるんじゃなくて世論があるだけだからっていうのが、それは世論に変えたんですよね。あとさっきの砂丘法の問題とかに関しても、はいはい、そうでしたし、北朝鮮が韓国人を何万人も拉致してるってこれは朝鮮戦争の時の話なんですけど、はい、そういったことも全部結構クレームついたんですよ。だからそれはやっぱりですね、僕はその近隣諸国条項とか あれは僕はそういう言葉を使う気はなくてですね、やっぱりこういう問題において日本人として、はい、やっぱりこう見えるということを教えるよりも、やっぱり向こうの、国の体制、この砂丘法については何て言われたかっていうと、まあ、簡単に言ってしまうとですね、まあ、韓国の法廷は韓国の法廷の言い分があって、そこではそういうふうに考えてないと、まあ、それはそうなんですよ、韓国の法廷だからね、はい、ただ日本から見ればやっぱりそれは法を遡って裁いているように見えるし、はいはい、それがかつて日本と非常に、まあ、その心の中では悔しいと思いながらも日本人と協力して韓国をなんとか植民地化であってもね、こう統治下であっても良くしようと思った人たちが非常に蔑まれているように見えるので、やっぱそれは日本人としてそう思うことはやっぱりこういう人たちに対する言論の自由とか歴史がねじ曲げられてるんだと思う面があるわけですから、やっぱりそれはやっぱりちょうどきちんとね、それぐらいそれに対して韓国ではそう考えてないからというのはちょっと心外だなというふうに思ったんですよね。やっぱり教育っていうのはやっぱり日本人としての日本人のを育てるのが教育であって日本人はどういう見方をするのかっていうのを教えないと、国が教育に何らかの介入をしている意味がないって言いますよね。それ外国に合わせろっていうんではですね、正直言うとですね、僕はその何も日本、僕個人は近代史における日本の、あり方が全部正しかったとは思っておりません、はいはいはい、ただ私は中学校の教育においては僕はやはり日本の立場、日本のプラス面を教えるところが中心であるべきで、はい、だけどそれが全てではないですよね、はいはい、だから日本にはやっぱり問題もあるし、あったし今でも問題もある、そういったことは私は中学校の中で教わるんではなくて、社会に出ては必ず学ぶことになるし、あるいは勉強の好きな子なら、いろんな本を読めばその中には教科書とは違うことも当然書いてある、そうですね、場合によっては韓国側の言い分を読むこともあるでしょう、でそうやって子どもたちが自分たちで学んでいくことは必要だと思うし、高校生の教育とか大学の研究っていうのはこれは僕はお互いというかですね、双方の言い分を特に大学の研究とかは取り入れるのは当たり前だと思います、ただ中学校の義務教育がやるべきことはそうじゃないわけですから、まずは基本的な人格を作るときには日本国民としてのをまず作って、それからいろんな議論っていうのはですね、本来土台になるものを先作るのが先な感じがしますけどね。例えば竹島や北方領土を教えるときに、韓国は自分の領土と言っておりますと、日本は自分の領土と言っておりますと、そういう教育してもしょうがないじゃないですか。だからまず日本国はこれを日本の領土として考えており、その理由はここにあるということを中学生には教えないと、そしてその中学生がまた別のことを考えることもあるでしょう、まただからといって領土というのが理屈通り帰ってくるもんじゃないってことも現実で学んでいくわけですよ ね、そうですね、それは必要なことですよ。そうですね、まあ、でもこの教育がちゃんとそうなってないから、いろんな面でとにかく海外がまず正しくて、で日本はそれに合わせなきゃいけない、日本はおかしいっていう発想がもう私も長年行政官やりましたけども、
もうほとんどアメリカが言ってることは正しいと、うん、ここでアメリカから不公正と言われたことは本当に不公正なんだっていう、うん、まあ、それに対して、まあ、私も一応国士として戦ってたんで、あのメディアの報道や国民性もおかしいって言いながらやってたんですが、うん、なんか根本的に逆転してましたね、すべてがですね、うん、私も例えばですね、はい、私個人は、はい、あの新自由主義っていうのは、はい、そんなに僕は全否定するべき思想だと思ってません、うん、はっきり言いますとね、はいはい、グローバリズムに対してもそうです、はい、そうなんだけれども、はい、日本でそれを推進する人が、はい、外国がこんなにうまくいってるからって言い方をするのは僕はおかしいと思うんですよ、うん、はい、ですね、システムが全く違うわけですから、システム全く違う、その通りです、あの、はい、それは歴史もそうです、はい、あの日本人にとっての、 あの、日本の歴史、うん、そしてそれは韓国人や中国人から見れば、あるいはアメリカ人から見たら、うん、それはなんかあの非常に、うん、こうもしかしたら歪んで見えるところがあるのかもしれない、うん、それはやっぱり僕がアメリカの歴史を見れば、そこにちょっと個人的にはね、うん、なんでこんなにインディアンの人たちがこうなったのかとか、うん、まあ、やっぱそういうふうに思いますよ、で、あのこうそういった、歪みというのはお互いに当然あるんですけれども、うん、ただそれをあの欧米の歴史観の基準にこちらを合わせて、うん、これはあの実はあの近代化そのものに対してもそうなんですけど、うん、近代化全部いいことだったんだみたいな感じになったり、そういう、まあ、それは教科書を離れて今の歴史学の中にも結構濃厚にありますけれども、そうですね、かつてはあの明治維新は、うん、あのフランス革命に比べて中途半端で良くないとかね、あのこう そういうのを比べて何の意味があるんだと思うんだけれども、 そんなこと言ったらフランス革命は明治維新に比べて残酷で良くないとか、ね、そういう話になっちゃうわけじゃないですか、ね、うん、だからその経済も僕はやっぱそうだと思いますから、うん、あのこの教育においてね、うん、やっぱりまずは日本人を作るために教育あるんだと、うん、そういう教育でないと、うん、これから外国の人たちがどんどんこういう同じ教科書で学ぶ時代が来るでしょう、うん、はいはいはい、好き嫌いは別にして来るでしょう、はいはいはい、その時にまず日本はこうなんだってことを教えられないですよ、うん、そりゃそうですよね、うん、おっしゃる通りですね、うん、あの最近あの多様性と調和っていう言葉が流行ってますが、多様性と調和を図る前提はまず日本人が日本人であることと、うん、そうであってこそ他者というものとの理解っていうのが進んでいくんであって、最初から他者と同じにしてしまったらかえって私は多様性にならないと思ってますけど、ね、それは多様性っていうのはそれぞれが独立して初めて成り立つことでしょ、独立してるから成り立つことですよね、うん、それはあの、はい、調和が最初から来るんだったら、はい、それは正直言うと、はい、あの他の民族の特性も抑圧することになります、うん、おっしゃる通りですね、うん、で、はい、僕はあのそういうのは僕は調和とは個人的には思わない、うん、であのそういうまたそれは、うん、そうなってほしくないんですけど、うん、それを強制するとですね、うん、必ず将来的に逆のレイシズムが起きます、うん、あそうですね、今度は極端に差異を言おうとする人たちにむしろ説得力が生まれてきて、うん、僕は正直言うとですね、あのこう、まあ、これも歪んだ見方かもしれないけど、アメリカやヨーロッパのある種の、うん、まあ、レイシズムと言ってはいけないのかもしれないけど、うん、やっぱ僕から見ると非常に過剰な民族主義みたいなのが、うん、ああ分断が起きている理由の一つは、うん、僕はね、あの多様化、あ、共生とか、うん、多文化共生とかですね、うん、多様化とかマイノリティの権利とかを強調しすぎたことの反動がかなり出てるんじゃないかと思いますし、うん、僕は それを僕は笑いたいんじゃないんですよ、うん、なんか日本が同じ道を歩んでるような気がしますね、はい、そういう危険危惧がありますね、わかりました。まずはあの我々自身がその教科書の問題もあのきちんとあの日本の立場に立った基準を作ると、まあ、やみこもにあの今回の教科書の検定をに扱っている文科省を批判するっていうよりはですね、もうちょっと前向きの建設的な議論をして、日本人は日本人としての歴史をきちんと教えていくということですね。そういうことで三浦さんにもいろいろと今回もいろんな議論を出していただきました。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。